はい、短期決戦です。3月9日7時13分です。2018年3月の9日、ビットコインは102,293です。イーサリアムは76,563です。イーサリアムクラシックは2,557です。イーサリアムすげえ安いな。ビットコインキャッシュは117,485です。資産は10円です。24時間取引量合計は28,141です。なんだ、すげえ安いな、イーサリアム。下がっちゃった。なんだこの暴落は。イーサリアムクラシック、ライトコイン、うん、ビットコインキャッシュ、モナコイン、リスク、ひどいね。財布は 1.1199。モナは 461.2、 ネムは 37.5999、 ペペは 4.252、 開花コインは20.9774、 XCP は1667、 ZEN は 1.0001、 財布ビットコインは110、開花ビットコインは2750、NCXC111.2、 SJCX95.0001。 ステラ3294、同時コイン43、ビアはすげえ上がったとか言ってたよ。ビア、あれ、これあるんだね。25673。ポロニックスにあるんだね、ビア。DGB。291、SC50。BCN、 35、 Steam 27087、 EMC2 2343、 FLDC 228。コムサはさ、もう3月末まで絶対何もないわな。ルールが決まってこないと始まらないんだよ。3月4月なあ、いつになるかわからんわ。イムサ
69.2、眠さ 68.9、 クリプトピア 0.03401319、 酸度が随分下がったな。バージ422、リンダ10、ミント10、アリス3699、サンド32、ピギー25、ドルドルドル37、イン6、 RBT 31、ラナ8、ライトドージ1、桜コイン33、ポー1、ネバー1226、ニャンコイン21、レモン49、メタルミュージックコイン46、WW206、ビットコインが下がってるから上がんなきゃおかしいんだけどね、相対的に相対的にね。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。